はい。遺産最適書き素論の1回目の講義の補足をします。まあ、補足といってもですね、やり残した部分をちょっとここで、紹介するということになるんですけれども、変数が少ない場合を解くというところを、説明していきたいと思います。それでですね、まあ、これは整数計画問題の等式標準形と不等式標準形をここに書いてるんですけれども、重要なですね、まあ、パラメーターというか、数として、この N と M っていうものがあります。これはこの A っていうこの係数行列の大きさに出てきてるんですけども、N っていうのは他にもこの変数の数とかですね、この C というベクトルの長さ、M っていうのはこの D というベクトルの長さとして出てきています。で、そう思うとですね、この N っていうのは、これ変数の数ですね。変数が N 個あるんだっていうふうにも思えると。じゃあ、これ M っていうのは何なのかっていうと、例えばこの等式標準形の場合、ここに AX イコール B っていう、まあ、等式制約と呼ばれるものがあったり、不等式標準形の場合は、ここに AX 大なりイコール B っていう、まあ、不等式制約と呼ばれるものがあるんですけども、まあ、これはこれ、行列なので、まあ、本来はこのいくつかの等式制約の場合は、いくつかの等式をまとめて、この一つの行列の形で書いているという形になっているわけです。まあ、不等式制約の方も同様ですね。で、そうすると、そのような等式が M 個、不等式が M 個あるということになるわけです。つまり、まあ、N が大きければ大きいほど変数の数が多くなって、M が大きければ大きいほど、この、制約が多くなるということになるわけです。で、まあ、基本的にですね、この N が大きければ大きいほど、まあ、問題の規模が大きい形になるんで、M も大きければ大きいほど問題の規模が大きくなるという形になっているというふうに思ってください。はい。で、変数の数っていうのは、まあ、小さい場合にはですね、図を書いて、この整数計画問題解くことができるので、ちょっとそれを考えてみましょうということになります。で、基本的にその、まあ、図を書いて解ける N っていうのは、まあ、3までかなという気はします。で、別の言い方すると、先ほどというか、その初めの方で言っていた巡回性質マン問題とか、ナップサック問題とかってことを考えるとですね、この N っていうのは非常に大きくなります。ということなので、このように、今からやるようにですね、図を書いて解くことができる場合っていうのは非常に限られています。一方で、その N が大きい場合には、もう少しその図を書かずにですね、そのシステマティックに解く方法っていうのを考えなくてはいけないということになって、まあ、それが、この講義の後の方での主題になっていくということになります。ではですね、まあ、N が3の場合、ちょっと図に、まあ、書けますけども、皆さんも見にくいかと思うので、N が2の場合を、まあ、考えてやっていきましょうと。で、まあ、一つの例を与えます。で、こんな感じですね。じゃ N が2の時に、この整数計画問題を図によって解いていきましょう。で、例えば、まあ、このような整数計画問題があるとします。ですね。これは、だから、これ、今、不等式標準形で書かれていると思ってください。これ、不等式標準形ですね。それでですね。で、まあ、これ見てわかる通り、変数が2つあるという形ですね。で、x1 と x2 は0以上で、整数の値を取るという形になっています。で、図を書くときには、このまあ x1、x2 平面というのを想像するということになります。このまあ O のところ、これは原点ですね。で、まあ、どういうことかっていうと、まずですね、ここにあるこの、不等式ですね。まあ、その非不整約も含めて6個。で、これがこの平面上のどのような領域を定めるのかってことをまず見ていきましょう。で、例えば、初めの不等式。これは、10x1 プラス 18x2 が45以上って書いてあるので、まあこのような直線。で、この直線は今、この場合は、10x1 プラス 18x2 イコール45っていう、まあそういうものを表す直線になってるんですけども、それよりも上の部分っていうのを、この不等式が表しているという形になるわけです。いいですか？で、そういうのをですね、この他のものに対しても全部こうやっていくわけです。で、そうすると、例えば、この 2x1 マイナス x2 がマイナス1以上っていうのは、なんか別のこういう直線があって、そのどちらか一方を表すという形になっていると。次のマイナス 5x1 マイナス 12x2 がマイナス60以上っていうのは、なんかここら辺の直線があって、その下側を表しているという形になる。マイナス 8x プラス、8x1 プラス 7x2 がマイナス28以上っていうのは、なんかまた別の直線があって、その上側を表している。まあ、こんな感じになっていると。いうわけです。で、他にもこの非不整約っていうのがありますので、それもちゃんと書くと。x1 が0以上っていうのは、この、これですね。この x2 軸よりも右側っていうことを表していて、
x2 が0以上っていうのは、x1 軸よりも上側を表すんですね。という形になっています。でそうすると、この6個の不等式をすべて満たす、x1、x2 の集合っていうのは、すみません。x1、x2 の集合は、これですね。この部分ですね。この、まあ、この場合はこの四角形ですけども、この四角形のこの内部、内部というか、まあ、境界も含めて内部。まあ、この部分になるということになります。ここまでいいでしょうか。はい。でですね、最後にこの、まあ、この、整数制約ですね。整数制約も考えなくてはいけません。で、整数制約を満たす点っていうのは何かっていうと、この、まあ、公式点になるわけです。公式点になるわけです。まあ、本来ちょっとこの、負の方も、まあ、書くべきですけども、ちょっとこれは今、この、第一象限のところに、限定して書いています。で、まあ、この今、白丸で書いているところが、この整数制約を満たす点になっているわけです。でそうすると、この、制約すべてを満たすような、点の集合っていうのはどこにあるかっていうと、ここだけになると。今の整数点、公式点の中で、この四角形の中に収まっている部分、これだけになるということになりますね。この場合、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12個の点の中から、この 4x1 プラス x2 が一番小さくなるような点を選びなさいというような問題になっているということです。で、そうするとですね、まあ、前にやった通り、まあ、この 4x1 プラス x2 っていうのが何かある値、適当な値をなんか取るときを考えると、それはこの、平面上のなんか直線を表すことになるので、その直線と、この、点の集合ですね。許容領域がどのようにこの交わるのかってことを考えているということになります。で、そうすると、例えばですね、まあ、イコール4とすると、まあ、こういう直線が出てくるんですけども、これはこの許容領域のどの点とも、許容解とも交わらないので、この目的関数値が4という値を取ることはないということになるわけです。で、想像してほしいのは、この今、イコール4としてるんですけども、この4っていうのを、まあ、この連続的に増やすか減らすかをしていくと。で、この4っていうのを、この定数をですね、これ増加させると、この場合ですね、このいわゆるこの x2 切片が大きくなるので、この直線自体が、この右に動いていくということになります。いいですか？で、今、やりたいのは、この 4x1 プラス x2 っていうのをできる限り小さくしたいっていうふうに言ってるので、で何が分かればいいかっていうと、今この定数ですね、ここの右辺の方をどんどん4から、例えば大きくしていって、一番初めにこの考えている直線が、許容領域の点と交わる、許容解と交わる、許容領域と交わる。まあ、いつでしょうかってことが分かればよいということになります。そうすると、まあ、ここですね。ここで初めて交わると。で、この時に、この右辺は6になるということが分かります。ですね。で、実際、まあ、ここの点の、これが、最適解になって、6が最適値になるということになるわけです。はい。つまり、1、2っていうのが最適解で、最適値は6というふうに、出てきます。でですね、一つちょっとこの言葉遣いとして、注意をするんですけども、今ここでその、1、2は最適解っていう言い方をしています。で、この、言葉の使い方と、例えばですね、最適解は、x1、x2 イコール、1、2って書く場合、これは、日本語として意味が違います。ので、それは注意してください。で、何を言ってるかというと、この1、2は最適解っていうのは何を言ってるかというと、この1、2という点は最適解ですよ。まあ、その通りですね。ってことだけを意味しています。はい。で、この書き方は、言外に、この言葉の中に、言葉のその中にはどういう意味も含んでるかっていうと、もしかしたら、1、2以外にも最適解はあるかもしれませんと。で、その可能性を捨てていません。除外していません。ってことも、この言い方には含まれています。1、2が最適解であるってことだけを言っていて、他にも最適解はあるかもしれないわけです。で、一方で、最適解は1、2言ってる場合には、これは何を意味しているのかというと、最適解というものは、1、2ですよっていうふうに言ったわけです。ですか。つまり、この最適解は1、2っていうふうに言うときには、最適解が1、2以外にはないってことも、この書き方から読み取れるというか、まあ、そういう意味になるわけです。
でですね、実際、今ここで解いてる、この、場合においては、最適解は1、2であるという、状況というか、言葉は、正しいわけです。正しいです。なぜかというと、最適解が1、2しかないので。ただし、最適解が複数あるような整数金額問題っていうのもあり得て、例えばですね、まあ、こんな感じです。今、ここの、目的関数を変えました。4x1 としました。で、そうすると、今、この考えている直線っていうのが、こういう、なんていうんですかね、垂直な、円直なものになってまして、この時には、1、2は最適解ですね。1、2は最適解っていう、で、あり、最適値は4であるっていうこと。まあ、最適値は今4になりますけども。だから1、2は最適解とは変わらないんだけども、この場合は1、3も最適解です。ですか。で、この時には、例えば、最適解は、x1、x2 イコール1、2って書くと、これは間違いになります。なんでかというと、1、2以外にも最適解があるから。だから、もしかしたら、だからまあ、正しく書くとするんだったら、最適解は1、2と、まあ、1、3とか、なんかこんな感じに、まあ、なるわけですね。正しく書こうと思ったら。だからまあ、これは正しい日本語です。日本語が、この状況に合っている正しい日本語です。ですかね。だから、その、最適解見つけました。だから、整数計画法においては、最適解を一つ見つければよいっていうふうに言ったんだけども、見つけた最適解を表現するためには、〇〇は最適解であるっていうような表現をするんだけども、その時に最適解は〇〇であるっていうような表現の仕方をすると、間違う可能性があるので、それは注意をしてください。はい。よろしいでしょうか。という形で、まあ、これは割と、さらっと言ってますけども、割と重要な指摘というかコメントで、まあ、割と間違いやすいところでもあるので、それは、日本語の使い方として、注意をしてください。はい。はい。という形で、補足の部分終わりになります。次回は線形計画法の復習の始めていきたいと思います。では、ありがとうございます。